全部言語化してるんですよ。チームで勝つためにはこうやってこうやってこうやればいいって僕は全部言ってるんです。僕が苦言呈してるところは全部あのメモしなさいってことですよ。野球の監督が監督こうあのぼやいてることをね聞いていたら上手くなりました。ありますよね、そんなこと。だよね。またこれだよ、もう腹立つよな、もう。おい、捕まった。おい。はい、ありがとうございます。いやー。もうさ、君たちさ、もう、なんかスピリットのことをリンちゃん、リンちゃんってなんか、アイドル的存在で言うけど、言ってみろよ、ハントレスのこと、ハントレスちゃんとかよ。言われるじゃねえかよ。まあ正式名称も知らんけど、どっかのロシア人の女性みたいだけど、ハグとかも言ってみろよ。イサランチョコさんなんかハグは、さらわれた人なんだもん。誰か言えよ、ハグのことを。リサちゃんとかさ、マジで何なんだよこれって。マジでよ、アントレスはわかんねえ。名前はわかんない、アントレスは。ありえねえよな。何だろうね。背の低い女の子、女性の人かもしれない。なんかね、そのなんか悪いやつにさらわれて、川とかあれとかの状態にさせられたって。この辺の村になんか悪い奴ら。だからね、女性のキラーの、まあ、スピリットもそうなんだけど、父親がおかしくなって。女性のアーティストも、まあ、この団体となんか悪い奴らと関わるのを拒否してたら、バカで有名になって、こいつらから狙われてさらわれて、仲間ともどもさらわれて、女性のキラーの方が、かわいそうな、側面が実はあるんですよね、デッドバイ。男性の方がなんか愉快犯的な奴らは多い。一応。かわいそうな人は女性の方が多い。
判断がつくかつかないかだよ、この勝負は。そうそうそう、なんか、うん、女性の方がね、あの、元からその、もうメンタル面がやべえとかじゃなくて、あの、理不尽な行動をされて、こういう風になっちゃった人が多い。全員とは言い切れないけど。コントレスとかは理不尽なことされたっていうか、まあ、僕の山で、彼女と二人で住んでるって、あんたの。あったりとか。あんた。これがケロちゃん。アーブレしたんですか？じゃあ多分呼ばれるかもね、今日。行こう。呼ばれてして稼働とするやつ。本当につまんないよね。ジャンプしてやつやるやつ。配信者で連勝企画してでもこんなプレイするんだろうね。やめた方がいいよ。連勝企画ではね。連勝企画が一番ダメよ。必ず勝たなければ、別に応援してる人がそんなとこ見てないでしょ。応援してる人はそんなところを見てないでしょ。そういう風なプレイじゃなくて、ちゃんとフェアにやって勝ってもらったらいいし、負けてでも応援するでしょ。応援してるリスナーさんが。どこを回る？ことごとく、アーティスも視野に入れるからもうつまんないゲームになった時点でもう、こいつがキャンプをして勝とうと思ってる時点でもう無理だからね。人を減らして勝つやつってマジでほんと大したことないよ。回したんだろう。どうしろってこと？君は生き残ればいいだろ。八千も視野に入れて。一人はどう回したんだ。どっちかだよな。やるべきだけ僕らはフェアにやるべきだよ。センスな、ヨハンセン。これがヒルガンっていう人のデッドバイのセンス。ヨハンセンは、これが力の差なんだ。世界ナンバーワンってこうなんだわ。圧倒の攻撃力だろ。美しいだろ。発電機の位置を読み切って。これができるのがヒルちゃん。なんかこれ戦、毎回こうだよな。毎回位置が悪すぎる。ヒット戦って。
ヨハンセンは逆のゲート行け。八角踏むんだわ。別にさっきのようなプレイはしない。戦ってくれたビットリオは俺は生かしたい。潰す前に行く。これがヒロちゃん、デッドバイのエース。勝負センス、勝負どころでの、これがセンス。救助する力、発電機を回す力、全部万能型、万能型。全部俺で最後もぎ取ったゲーム。輝く、輝きを放つ。一瞬の輝き。うん。あれやってたってことか、つまり。メメントかな、俺。え？メメントではない。ん？メメントではない。あ、怨恨だから、怨恨による、メメントこれ。本当にこれ力の差すぎるよね。救助する、発電機回す、ゲート開ける、片や5代目回してくんない、救助来てくんない、ゲートは俺が開けたところから行く人で、脱出する人だけの人。あ、悪い、力の差がありすぎたわ。こういうのなんだよ、人が見るのは。子供たちに見てるのは。ヒロちゃんのプレイ見習いなさい。どこにあのチェイスがあったの、この人のプレイに。センスでしょ、全部。デッドバイセンスをきわ、あの、鍛えていった方がいいんだわ。どうやって動けばいいか。はい。大事な行動の、優先順位って発電機を回すこと、ゲートを開けることをまず考えながら、どうやってやればいいか。あと、救助が必要であればいいか。